では ② も頑張っていきましょう。ここでは1番の解説をやっていきます。2番の解説を見たい人は中2数学証明丸3を、3番の解説を見たい人は中2数学証明丸4を見てみてください。はい、じゃあここからは実際の問題使って証明問題の進め方説明していきたいと思います。1問目です。はい、早速ですけれども、まず最初にすること、いきますよ。問題文を読んで仮定と結論に分ける、こんな感じです。いきましょう。右の図において AB と CD は平行で OA イコール OD である。時の前が仮定、後ろが結論です。仮定と結論を分ける言葉には何々である時、これもありますけども、何々ならばとかね、はい、そういうのもそうです。で、その前は仮定、仮定は、はい、この後すぐやりますが、証明問題解くときに我々の味方になってくれるものです。で、結論はゴール地点です。はい、でもう一回問題戻りましょうか。 OA イコール OD であるとき、 OB イコール OC であることを証明しなさい。だからこれが結論ですね。はい、問題文を読んで仮定と結論に分けたら、いきますよ、次です。仮定の内容は鉛筆で図に書き込みます。いきますよ、こんな感じです。もう一回問題文読みましょうか。右の図において、はい、まずこれ AB と CD は平行で、これ平行なんですって。どこまで行っても交わらない。平行はですね、一般的にはこういう、矢印みたいな、こういうのを使って表します。ちなみに平行なんで、どこまで行っても交わらないだけで、同じ長さではありませんからね。そこのところは気をつけてください。はい、仮定もう一つ。平行での後、OA イコール OD である時なんで、ここも仮定です。はい、OA イコール OD。そう、こんな感じでね、同じ長さのところとか、同じ大きさの角度のところとかには、同じ種類のマークをつけてある。問題文を読んで仮定と結論に分けたら、仮定の内容は鉛筆で図に書き込み、はい、次です。結論は図の下に書きます。これ絵の中入れちゃまずいですよ。はい、図の下あたりに結論、な感じです。はい、次。と、ここまで来ましたら、はい、あとは、もう、証明書くことを意識して、お話を進めていきましょう。はい、
この次、結論の角とか辺を含む三角形をマーカーで塗ってあげます。はい、こんな感じです。はい、結論の辺を含む三角を塗ります。この辺が入った三角形、今これしかないですわね。はい、ちなみにこの緑の三角形の名前が証明の1行目に来ます。三角形 OAB とみたいな感じ。はい、マーカー2色目いきますよ。結論の辺が入っている三角を塗ります。それが証明の1行目に来ます。これが入ってる三角形はまあこれしかないですわね。はい、なんで証明の1行目、三角形 OAB と三角形 ODC において、で、この2つの三角形について合同であることを示していくわけです。で、合同が示せたら、最後、合同な三角形では、対応する辺の長さはそれぞれ等しいから、OB イコール OC と、こんな感じになるわけです。だから、この緑とオレンジの三角形が合同であることを示していくんです。もうちょっと言うと、この2つの三角形について、はい、ポイントでやったやつ。あの合同条件3つのどれかに当てはまるようにマーク入れていくんですよ。等しいところにね。はい、例えば今の場合、まずこれありますよね。OA イコール OD、 ここに書いてあったやつ、仮定、はい、一組の辺ですよ。はい、他には、はい、他には緑の三角形とオレンジの三角形で等しい辺とか書く、どこ？あ、例えばこれそうでしょ。ここイコールここ。バッテンの向かい側同士、対頂角。なんで絶対等しいです。他には緑とオレンジの三角形で等しい辺とか書く。あ、ここ等しいでしょ。Z の形、平行線の錯覚つってね。はい、この結果、あの合同条件3つのうちのもうどれかに当てはまってます。どれですか？これです。あ、絵で言うとこれです。一組の辺と
その両端、その両端の角がそれぞれ等しいから合同と。こう言えるわけです。はい、今の合同条件だけここに示しますね。一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので緑とオレンジは合同です。で、合同やったら対応する辺の長さ等しいんで OB イコール OC と。こういう形です。あ、ちなみに私何気にさっと Z の形錯覚っつってここにマーク入れましたけども、こっちも等しいっちゃ等しいですよ。うん、こっちも錯覚ですからね。 B のとこと C のとこ錯覚で、等しいは等しいんですけど、ここにマーク入れても実は合同条件3つのどの A にも当てはまらないんです。ここなしで、こことここにマークが入っても当てはまる合同条件ないんですよ。そう、辺の両端にマーク入らんとこの合同条件ならないんで、等しいのは確かですけど、合同条件につながる等しい辺とか角を書いていかなきゃいけないんで、そのこともちょっと頭に置いて進めてみてください。詳細のね、書き方は次の回答のページで確認してみてください。はい、ここで一回休憩。丸3に続きます。